東京の明治神宮外苑では警視庁機動隊の観閲式が行われ、先月発足したテロ対策の特殊部隊が登場しました。観閲式にはおよそ2000人の隊員が参加し、2020年の東京オリンピックを見据えて先月発足した羽田空港専従のテロ対処部隊も行進しました。この観閲式は毎年明治神宮外苑で行われてきましたが、オリンピックに向けて国立競技場周辺の改修工事が始まるため、外苑前での開催は今回で見納めとなります。